コールレベルインターフェースとは、ザ・オープングループが開発した SQL ベースのデータベース管理システムのためのデファクト標準の API である。1990年代初めに開発され、C 言語とコボルについてのみ定義された。コールレベルインターフェースは、C やコボルのプログラムが DBMS に対して SQL クエリをどのように送り、帰ってきたレコードセットをアプリケーションが どのように扱うべきかを一貫性を持って定義している。このインターフェースは、ザオープングループのオープンアプリケーション標準である、コモンアプリケーションエンバイロメントの一部である。これは、複数のベンダーが開発したプログラムが、効率的に、相互運用できることを目的としていた。SQL, CLI は、SQL データベースにアクセスするための実装、ヒーゾンの国際標準である。 クライアントマイナスサーバーツール群はダイナミックリンクライブラリーを通して容易にデータベースにアクセスでき各種クライアントマイナスサーバーツールがサポートされている CLI 標準はオープンデータベースコネクティビティ仕様の基盤となり ODBC はベンダーを超えた透過的なデータベースアクセスを可能とした ODBC の現在のバージョンは ODBC3.52 で これには口述するように ISO と X オープンの標準規格からも機能が導入されている。コールレベルインターフェースの規格策定はアメリカを中心とした SQL アクセスグループによって開始された。1992年、これが当初マイクロソフトの ODBC API として発表され、マーケティングされた。CLI 仕様は1993年に ISO とアンシーの標準化委員会に送られた。この標準は、書籍としての番号 ISBN1 から859120814が付与され、内部文書番号は C451 とされた。ISO SQL CLI は1992年版 SQL 標準のホイに収録された。最終的に ISO 標準 ISO IEC 9075から3、1995、インフォメーションテクノロジー、データベースランゲージズ SQL パート3、コール、レベルインターフェースとなった。現在の SQL、CLI は、SQL3 もサポートしている。1994年第4四半期、この標準の管理は、X、オープンに移管され、さらに拡張と更新が行われた。X、 オープン CLI インターフェースは ISOSQL CLI を包含する範囲の機能を持つ。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。